レミアカップ。1000メートル、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。先手を取ったのは3番マケイクサ、この辺りちょっと離れているレオンカイザー、そしてその後ろから桃色のパイネ、内を通りまして4番ルーメンイストガール、そしてもう一頭7番リッキーフリーズ、10番ボドルフィンズターフ。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。クラッシュ、直線の伸び足はどうか、桃色のパイネが3番手先頭、ワケイクサ、ワケイクサが2馬身リード、8番レオンカイザー、ゴドルフィンズターフが2番手、ゴドルフィンズターフかわした、先頭に立った、かわした、2番手にクラッシュだ、1着クラッシュ。1着5番、2着当番、3着9番、以上のように確定しました。